お疲れ様です今回の YouTuber さんを紹介するこのコーナー、エクボッチチャンネルを紹介したいと思います。まあ、エクボッチっていうとね、私とクボっていうところで共通点もあるわけですけども、ご覧の通りね、ものすごくね、あの、可愛らしい、肌の綺麗な美少女です。それで、エクボがとってもね、え可愛いなっていうところで、まあ、これが人気の秘訣かっていうとそうじゃないんですよ、実は。 まあ私がね、このエクボッチさん、チャンネル登録はしてませんけども、好きなのは、どういうことかっていうと、この美少女とか若さに依存してないんですよ。で、編集もきちんとしますし、ネタもきちんと拾ってますし、サムネイルもきちんと作ってるし、あっちこっちにロケに行ってるわけですよね。で、顔芸もすごく素晴らしくって、いろんな表情をしたり、すっぴん見せたりとかするわけなんですよ。で、あとね、自分から3枚目にもなれるんですよね。 で、自虐的なこととかも放り込んできたりとか、まあ、変顔もしたりとかね。うん。あの、美少女に依存してないんですよ。で、こういうふうに自分の、天性のね、外見とか、それから若さってものをもうぶち破ってね、いろんな年齢の方にリーチするようにしてみたりとか、あの、チャレンジをたくさんしてるんですよね。で、そういったところがものすごくいいなっていうところと、 あとね、イベントもしてるんですよね、リアルイベント。大阪と東京でやるみたいなんですけども、まあ何歳なのかわかんないんですけども、多分、17、8歳から20歳ぐらいの女の子でしょ、これ。もう自分でイベントやるわけですよ。これがだから YouTuber としてのやり方じゃないですか。再生数はそれぞれ数万回から、20万回、30万回ってものが主だと思いますけども、やっぱね、このぐらい頑張っても、 ユーチューバーとしては例えばチャンネル登録が20万人で再生あ動画の本数が288本このぐらいはやってるわけですよね、まあ、ですんでユーチューバーとしてねなんか一旗上げたいなって人が動画の上げる本数少ないチャンネル登録1万人も出していないで自分の身をさらすこともできないし自分が3枚目になることもできないしっていうことだと、まあ、全然かなわないですよ このエクボッチさんに勝てるようなことをしないといけないわけですよ。もしくは、勝てないまでも並ぶようなことをね。でも、こういった若い女の子がすることをしてることぐらいもせずに、ああ、YouTube、なかなか結果出ないですねって言っちゃうわけでしょ。それは結果出ないですよ。この子と同じくらいのことはしましょうよ、それは。どちらかというと、こういったエクボッチさんみたいな若くてね、まだ社会人経験がない人が、 学びたいなとかね、ああいう大人になりたいなっていうふうな、私たちが背中を見せていくのが順番だと思うんですよ。うん。まあでも、おいては子に従いって言葉もありますんで、まあ謙虚にここはね、結果を出しているクボッチさんがやってることぐらいはやっていきましょうってことになりますけども、じゃあ何をやってるかっていうと、動画の投稿が1年間で288本ってことは毎日1本ぐらい出してるんですよ。で、チャンネル登録もきちんとね、 20万人以上を目指してやってますそれ偶然出てるわけじゃないんですよ、これは。で、自分の美貌に依存しないこと、自分の天性に依存しないこと、自分の持って生まれた能力がないものを、うん、後天的に身につけることをね、やっぱやっていくってことですよ。焼きそばも食ってますね。<laughs> いっぱい食べてますね。このぐらいの食レポを40代とか50代の YouTube をね、なんか、ものにしようという方、やってますかってことですよ。 サムネイル、この程度のサムネイル作れてますかってことですよ。高校生毎日メイク。やっぱり高校生なんだ、この子。すごいですね。だって、高校生って言ったら、ね、セーラー服着てますけども、バイトで月に5万稼ぐのが、まあ、やっとだと思いますよ。学校行きながら。ね、部活しながら。ね。で、私たちは仕事に全振りできるわけでしょでも、どうですかね、YouTube で5万ぐらい稼げてますかね。 ほらエクボッチさん1年前の26万回再生の動画が一発目ですよ現役の高校生ですよ <laughs> うんねすごいですよねだからこういう風にね若い方に私たちは学ぶことが多いと思いますねうん美味しいご飯を食べるのがすごく好きなので始めてみましたなるほどね アマゾンアセイシュートプログラムの参加者ですってことで、えー、TikTok と Instagram もやってるんだね、うん、あ、メールも送ってくださいってメールアドレスの表示あ、あるのかなあ、ありますねメールアドレスね <laughs> はい、じゃあ以上でございます失礼しました